2015年12月、ここ東海大学湘南キャンパスでは第9回国際フェアが開催されました。今年も世界中の国々からの留学生と日本人学生が協力して世界各国を紹介するたくさんのブースが設けられ、楽しいパフォーマンスが披露されました。盛大に開催されました国際フェアの模様をご紹介しましょう。台湾のブースでは伝統的な民族衣装でお出迎え、中に入ると台湾で使用されている発音記号のチューインが紹介されていました。たくさんの台湾の観光情報が壁一面に貼られ、また台湾のゲームも楽しむことができました。パイナップルケーキはとても美味しかったですよ。アフリカのブースでは珍しい民族衣装を試着させてもらいました。ナイジェリアからは綺麗な刺繍が施された手作りの帽子や民芸品を見ることができました。アフリカ風のコーヒーもいただくことができました。ドイツのブースにはたくさんのお客さんが詰めかけ、大変なにぎわいを見せていました。ブースの中でまず目にしたのはベルリンの壁の落書きコーナーです。その他ビール、ソーセージなどのドイツの食文化、伝統衣装、人気ファッション、自動車産業など様々なドイツに触れることができました。スペインのブースではサッカークラブチームの展示や代表的な巡礼地サンティアゴでコンポステーラが紹介されていました。スペインの定番のおやつチロスはココアドリンクにつけて食べるのがスペイン流。スペイン語一口講座や早口言葉も紹介されていました。フランスのブースではフランスを代表するエッフェル塔の模型が飾られていました。フランス国内の観光地はもちろん、フランスの様々なパンやワイン、それに有名ブランドなども知ることができました。今年の北欧諸国のブースはデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランドの5カ国による共同出展です。ブースに入るとフィンランドの可愛いムーミンがお出迎え、ポスターを使った各国の言葉や観光情報のほか、ムンクの叫びの顔出し看板も用意されていました。珍しいお菓子もいただくことができ、北欧の文化を楽しく学ぶことができました。アフガニスタンのブースでは壁一面の写真を見ながら、とっても丁寧にアフガニスタンを紹介してくれましたよ。またレーズン、アーモンド、ピスタチオなどのドライフルーツとサフランティーで素敵なおもてなしをいただきました。繊細なデザインの絨毯や民族衣装も見ることができました。さらにペルシャ語で名前を書いてくれるコーナーもあり、アフガニスタンのホスピタリティの文化を感じることができました。次はお隣の国韓国のブースです。今年もハングル文字で名刺を作ってくれるコーナーは大人気でした。楽しいクイズのコーナーのほか、韓国のドラマや文化、韓国料理やファッションなども紹介されていました。激辛ラーメンの試食コーナーもあり、今年も楽しい韓国ブースでしたよ。また今年は日韓国交正常化50周年記念として韓国食品展が同時開催されていました。会場前ではキムチちゃんとキムチくんが笑顔でお出迎え、会場に入るとキムチ作り教室が行われていて、大変なにぎわいを見せていました。カザフスタンのブースでは手作りのボードで分かりやすく国を紹介してくれました。ブースの中にはカザフスタンの楽器や伝統的な衣装を着た人形が展示され、民族衣装を試着することもできましたよ。ブラジル、
ペルーの共同ブースでは両国の文化や観光地、スペイン語、ポルトガル語、それに早口言葉が紹介されていました。珍しいお菓子のレシピも目にすることができましたよ。ブラジルのコーヒーやペルーの紫トウモロコシのジュースをいただくことができました。今年のタイのブースは様々なパフォーマンスを生で見ることができました。タイの国技でもある格闘技ムエタイの実演ではお客さんも飛び入り参加で大いに盛り上がりました。またタイの民族楽器を利用した音楽も披露され、今年も楽しいタイのブースでした。ロシアのブースでまず目にしたのは日本でも有名なロシアのプーチン大統領です。ブースでは旧ソ連の軍服やロシアの宇宙開発が紹介されていました。ロシアの人形マトリョーシカも様々なものが展示されていました。ロシア語のアルファベットであるキリル文字やロシアの遊びなども紹介されていましたよ。中国のブースではチャイナドレスを身にまとった素敵なお二人と兵馬俑がお出迎え、中国語で名前を書いてくれるコーナーのほか、中国の扇子や絵巻物など中国のさまざまな文化に触れることができました。民族衣装の試着コーナーはたくさんのお客さんでにぎわっていました。またシャチマやひまわりの種などのお菓子やさまざまなお茶をいただくことができました。可愛らしいパンダもいましたよ。今年の英語圏ブースはオーストラリアとハワイの共同出展です。オーストラリアのコーナーでは珍しい発酵食品や動物が紹介されていました。可愛らしいカンガルーとコアラの顔出し看板は大人気でした。ハワイのコーナーではお菓子のコーナーが大人気、珍しいフルーツやチョコ餅などのお菓子をいただくことができました。続いてアラブ諸国のブースです。今年はサウジアラビア、オマーン、UAE、カタール、クウェート、エジプトの共同ブースで親子連れなどたくさんの人でにぎわっていました。伝統的なアラブのテントを再現したコーナーやボディーペイントのコーナーは今年も大盛況です。夏目やしやアラビアンコーヒーも美味しくいただくことができました。伝統的なアラブの暮らしを体験することができました。モンゴルのブースでは伝統的な民族衣装と近年のモンゴルの様子を見ることができました。モンゴルのお祭りや伝統的なゲーム、それにモンゴルの料理も紹介されていました。羊のミルクで作ったお菓子にモンゴルの朝ごはんの揚げ物やミルクティーなども試食することができました。イタリアのブースもたくさんのお客さんでにぎわっていました。珍しい古代ローマのコインが展示されていたほか、ポンペイ、ミラノ、ベネチアなどのイタリアの見どころ、それにイタリアの料理なども紹介されていましたよ。フェイスペイントの体験コーナーも大好評でした。ベトナムのブースでは大変珍しいベトナムの結婚式の様子が再現されていました。民族衣装を身にまとった素敵な二人の門出を祝いに、国籍を問わずたくさんの人々がお祝いに駆けつけていましたよ。最後に日本のブースです。今年の日本のブースは壁一面に日本が紹介され、手作りのおみこしが展示されていました。日本の伝統的なおもちゃであるけん玉を使った遊びやヨーヨー釣りなどを体験することができました。多くの外国人の皆さんが日本の文化に対してより一層理解を深めてくれたことでしょう。
世界の20以上の国や地域からの留学生と日本人学生が協力して盛大に開催された今回の東海大学国際フェア、いかがでしたか？地域の皆様をはじめ、今年も多くの方々にご来場いただきました。世界中の国々のブースのほか、特設ステージでは各国を代表する伝統的な音楽や民族舞踊、それに来場者も飛び入り参加のフォークダンスなど楽しいパフォーマンスがたくさん披露されました。今年も大変なにぎわいを見せた東海大学国際フェア、日本で学ぶ留学生と日本人学生が力を合わせて実現したこのイベントを通じて、今年も世界中のさまざまな文化を楽しく学ぶことができました。皆さんも多くの新たな発見があったのではないでしょうか。来年も東海大学国際フェアでお会いしましょう。